一つ負けた数だけスーパー魔法の宝箱、一つ毎日デッキは変えるべし、一つ暑さに負けず頑張ろう。はい、ということでどうもドズルです。今日もですね、猛特訓シリーズをお送りしていきたいと思います。この夏ね、私クラロはガチでトロフィーを上げていきたいなと思っておりまして、まずはいろいろなデッキを使えるようになること、そしてカードレベルを上げていきたいというのをね、一挙にこのシリーズで解決してしまおうというコーナーになっております。私がマルチで挑戦していって、負けてしまったらスーパー魔法の宝箱を引くという、非常にこうね、私の生活レベルに大打撃を与えそうな企画ではありますが、今のところ順調にトロフィーは上がっております。さあ、ということで本日使っていくデッキがこちら、キヨスパついにやってまいりました。キヨキヨさんの、キヨキヨスパーキーデッキをね、ちょっとお借りしたいなと思っておりまして、このキヨスパで、ちょっとトロフィー上げしていきたいなと思っております。結構ねこれ使うの難しいんですよ。実はキヨキヨさんぐらいしかこううまく使ってる人ねなかなかいらっしゃらないので、さあというところで今日はちょっとねこのキヨスパデッキを使ってやっていきたいと思います。それではバトル開始。さあ行きましょう。よろしく。あ、よろしく。あれか、スパーキー出した後か。スパーキー出した後によろしくでしたね。さあ、相手のレベルは12。ロケットを持ってないことを祈りましょう。おっと、これはどうなの？あ、よろしく、よろしく、忘れてた。よろしく、OK。これって、どうなんすかね。逆サイの方がいい。逆サイの方がいいかな。ここは、あ、やばい、やばい、やばい。矢の雨。ここで役に立つ矢の雨。ただ、この矢の雨を、打ったことによって、ああなるほど、そういう感じか。はいはいはい、ザップでいいね。ザップで OK、 ザップで OK。 よしよしよし、 OK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 、 いいんじゃないですか。今のところやや有利、有利でもないかそんなに相手はなんだ、相手は何デッキ。ガーゴイルとガーゴイルの群れあったんで穴っぽいかな。ポイズンデッキっぽいですよね、なんかイメージ。よろしく。穴ぽいを警戒しつつ、これはもうこうですね。さっきと同じ戦法で行くなら。はいはい、危ない危ない、スパーキーがやっつけるとこだった。ここはガゴンやって、多分相手またガゴ群れを重ねてくるんじゃないかな。バレルを行きます。 OKOKOK、 いいですね、悪くない。よし、バレルが刺さる。このキヨスパで、あ、フグなんだ。このキヨスパデッキね、何が強いって、やっぱりね、あーっと、ファイアボールが、怖い。これ一撃、あ、よかったよかった。一撃でやられちゃうパターンあるんでね、怖いんですよね。この時はまあ、さすがに仕方でいいよね、一回。一回マスケットを、まあちょっとね、生贄として差し出して、まあ左からスパーキーでしょう。ちょっとさっきからね、気になってるのが、マスケット、マスケットじゃない、プリンセスにねスパーキーがやられてるんで、よろしく。ここで一発ちょっと流れを変えたいですが難しいな。ここで矢を放って、さあここでどうだ、どう、これはお互いザップ、お互いザップを放った、お互いザップを放って、よし、さあどうだ、矢の雨、矢の雨、よし、後ろに入った。オッケー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 、よし、ナイスナイス、気持ちいい。よし、いいねいいねいいね、キヨスパデッキはやっぱ気持ちいい。スパーキーってなかなか入らないけど、このデッキよく考えられてますよね、マジで。いや、ホグライダーが、ホグライダーが全く通らない。さあ、マスケットで縦にしながら、相手ファイブ持ってる、あ、うまい、ザップ、謎ザップ、謎ザップでしたが、相手攻撃手段ないよね多分。プリンセスを警戒してナイスゲームを押すと、オッケー、ナイス。いやー危ない、やっぱ使い慣れてないデッキ難しい難しいわ。よし、まずは一緒、まずは一緒、まあ、ここまではね、いつもの感じですよ。ただまあ油断してると、おっ、オッケーオッケー、修羅の道4302に到達いたしました。まだまだ遠いですね、5500、まあ、今回は、今シーズンは、日本で上位200位を目指しているので、多分この神々への挑戦、ここがキーになってくるかなと思っております。私は神になる。さあ行きましょう。私は新世界の神になる。これなんだっけ、なんかモノマネっぽくてモノマネじゃないっていうね。
新世界の神ならあれか、デスノートか。さあこれは後ろからマスケット、そしてジャイに対してスパーキー後ろからかな。お、相手がよろしく来た。ちょっと待って、私もスパーキーからのよろしくしたいんだけど、相手何デッキだろう。こういうね、どういけばいいか分かんない問題。あー、これは辛い、これは辛いよ。ちょっと左へ一旦無視、左無視して、オッケーオッケーオッケー、やばいこれやばい、はい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 、そういう感じね、はい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 、やべ、もう一気に持ってかれた、一気に持ってかれたけど、相手もザップさっき使ったんでね、もう笑ってるけど笑えないから、相手今笑ってたけどもう笑えないですよ。さあスパーキー入れ、スパーキー入れ入れ、あ入んない、惜しい、残念。よし、だいぶ入った、素晴らしい。オッケー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 、大逆転を遂げた。でこっちはあれですよね、こう右のターンにファイアーボールとかないんで、一旦左にプレッシャーかけつつ右にバレルの投げるとかね、そういった小技が必要になってくるよね。よろしく、右無視かな、これ右無視な気がする。私は正解はちょっと気持ちばかりのゴブギャン、気持ちばかりのゴブギャンを添えて左全力投球、それが正解かな。さあどう、よし来た、スパーキー来た、はい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 、相手もねこうギリギリで、あーうまい、うまいローリングットだな。あ、ジャイパンが入ると、ちょっと待って、キングがやばいな、キングがやばい、やばいやばい、俺はここでこうしてザップ、このザップいらないか、やばいやばいやばい、ちょっと待って、調子乗ってごめんなさい、調子乗ってごめんなさい、すげえ、ちょっと待ってちょっと待って、右落とせるかな、右が落とせるか非常に心配である。相手今ローリングット使ったよね、多分。私の目が、くし穴じゃなければ。ここで、はいはい、相手もエレイズとか使ってますが、もう残念ながらもうジャイパンチで、残念勝と。よし。これ右落とせば私の勝ちでしょ？おー、危な！やばいやばいやばい。やばいやばい、ギリ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 やられた、はいギリやられた、ナイスゲーム。あー、くっそー悔しい。いや、どうすればよかったんだ、カドマスケか、私はカドマスケして右のタワー降りに行くべきだったか。うわ、シュラに落ちた、ぬか喜びでしたね。うん、キヨスパね、結構難しいですね、やっぱり本当に難しい。呪文が入ってないのが個人的、あ、入ってるんだけど、そのダメージ呪文が入っていないのが個人的にすごく難しく感じます。ということで、スーパーマホン宝箱、引いていきましょう。もうサクッと。男はサクッと引いていく。さあ、ゴールド、エリクサーポンプ。これはもう5000円分ですからね。うん。食費がすごい。よし、まあ、ウルトラレア、ここはね、確実に奪っていきました。ゴブリンバレルが出てからのさあ、来い。なんかいいの来い。なんかいいの来い。エルイズ、エルイズ。おー、ラバーハウンドは使わない、全く。ラバーハウンドね、使わないんですよね、実は私。使ってるの見たことなくないですか、私がラバーハウンド。マジか。もう一戦行きましょうか。ごめんなさい。もう一回行きましょう。じゃもう勝って終わろう。サクッとね。サクッと勝って終わらせましょう。キオスパでやっぱりトロフィー落とすわけにはいかないんで。ここで左からのよろしくですよね。でもやっぱキヨキヨさんの戦い方を、よくよく考えてみると結構ね、タワーを捨てる選択が多いんですよね。だから若干守りを捨ててこう攻めにエリクサを使っていった方が決まりやすいかも、もしかしたら。おっと、これは珍しいな。はい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 、なるほど、そういう系男子。これでザップで止めてズドン、オッケー、ナイス、タワーごといった、タワーごと持っていく。さあズドン、イエーイ。あ、ごめん、これ煽りじゃないよ、煽りじゃないよ、嬉しさの表現ね。価値観は人それぞれだから。よし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 、オッケー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 。うん、あ、ペッカね、ペッカだったらもうペッカ先生はこの巨大ゴミ箱、あ、ゴミ箱じゃない、巨大スパーキーでね、
受け止めますよ。よし、さあここで相手何出してくんだこれ。ペッカイズあれな気がするな。スケルトンラッシュ違うかな。よっしゃー、気持ちいい。スケラではないか。ここはもうジャイ重ねてキングタワー一気に狙っていきましょうか。相手フリーズ持ってたもんな。珍しいですねフリーズって。フリーズっていう選択肢が斬新ですよね。よし、ジャイパンチ3発十分、12分すぎる戦果。よし、ここはねもう攻めの手を緩めずにいきましょう。はいはい、ホグか。へえ、ペッカホグですね。ペッカホグにウィザード入って、あーこれ痛い。ペッカホグにウィザード入れてるの珍しいですけどね。あ、やばい、これ逆転される、逆転される。これはマジである。ただ相手はここでもうフリーズも使ったんで、どうせねこれに対してガゴムレを展開してくると思うんですよ。うわー、これちょっと厳しいな。もう左行きます。ほら、やっぱガゴムレ遅かった、遅かった。展開が遅かったですが、このままちょっと左は走らせつつ右はちゃんと守るという補足な戦法で、はい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 、ちょっとペッカ様には一旦お帰りいただいてね、一回お帰りいただいて、さあ OK、 ナイス、よし、これがキオスパじゃ今キングタワーの方見れてなかったとか言えない。うん、右を守るので精一杯でしたね。はい、ということでなんとか、よし、帰り咲きました修羅の道2ということでね、まだまだトロフィーは低いんですけれども、この猛特訓シリーズでいろいろなデッキをね、まあ習得今しているので、まあ、やっぱねいつも使わないデッキを使うことでそのユニットの特性とか、まあ、何より楽しいっていうのがねあるので、この猛特訓シリーズこう今後も続けていくかどうかちょっと悩んではいるんですけれども、まあ、皆さんの反応とかねコメントとかグッドボタンとかを見て決めていきたいと思います。ぜひともね動画面白かったよっていう方、グッドボタンよろしくお願いいたします。ということで、今日はキオスパを使って猛特訓していきました。また明日も動画でお会いいたしましょう。バイバイ。